若鷹たちが一軍目指し熱いプレー、うん、未来のハニーズたちも注目、ホークスこぼれ話スタート。あら、笑顔も素敵。さあまずは背番号39、鷹のパンサーこそこと尾形修斗投手、うん、はい、小久保二軍監督に絶大な信頼を置かれていて二軍で守護神を務めているんですが、うん、金曜日の試合最終回に登板し危なげなく三者凡退に抑えると、うん、翌日の試合にも登板しここも1回を見事無失点、連投も何のその熱いピッチングを披露してくれたんです、うん、するとなんとその翌日にもマウンドには尾形投手の姿、体力、心を燃やす魂の3連投、3試合全てで最終回を無失点に抑える完璧な投球、尾形にサンキュー、新たな鉄腕誕生の予感です。さあ続いては守備のファインプレー、左中間に上がった大きなフライ、ダッシュしてダッシュしてジャンプ1番、掴み取ったのは育成川村優斗選手、すごい、もうねここしかないでしょっていうタイミングで飛び出した超ファインプレー、それには守備の名手本田コーチもこの拍手、来年の支配下登録筆頭候補、守備で違いを見せつけます。そしてこちらも支配下を目指す育成雑草魂中田圭介、持ち味のがむしゃらなプレーを見せると、別の試合ではまたもやファインプレー、福大大濠福岡大学と進学してきた地元の星、支配下目指し素晴らしいアピールを続けています。一方こちらはそんな中田選手の後輩、福大大濠出身山下恭吾選手、今年入団したばかりの層ルーキーなんです。この終盤戦で2軍戦出場のチャンスをつかむとシャープなバッティングで結果を残して1年目からいいアピールをしてくれているんですね。そもそもですよ、高卒ルーキーの多くは4軍や3軍での出場が多いので、もう2軍にいること自体がまずすごいんです。なるほど。そうで、3塁の守備もそつなくこなしているんですね。地元福大大濠出身山下恭吾選手、財津さんぜひ覚えてくださいね。はい、覚えました。しっかり山下恭吾選手です、うん、そしてさらにこちらの選手も覚えてください、はい、先週土曜日に2軍戦デビューを飾ったのは育成3年目の桑原修司選手、うん、1番で先発出場を果たすといきなりの大仕事、捉えた打球はセンターの頭を越えていく、ね、この日の決勝タイムリー、うん、しかもこれがなんと桑原選手の2軍戦初ヒット、わで育成3年目にしてついにここまで上がってきたんです、ね、そして驚くことに桑原選手はピッチャーとしても150キロを投げるという二刀流、火の国熊本で生まれたスケール特大の若鷹です。期待したい。またこちらも同じく熊本出身の渡辺陸選手、うん、土曜日の試合はこの一振り、いいスイング、完璧に捉えた打球は打った瞬間超特大の第2号ホームラン。今シーズンは少し不振に苦しんでいる時もありましたが、金土日3連戦で3試合連続ヒット、3試合連続打点と、ここに来てかなりいい感じなんですね。日曜日に23歳になったばかり、で女性ファンがね多いことも印象的なんですよ。陸の可能性は無限大、さらなる成長に期待です。そして最後は今大注目、ドラフト6位ルーキーの吉田健吾選手、はい、その特徴はとにかくバッティング、素晴らしいバッティングなんです。2軍では3割を超える打率を残していて、特に右方向へのバッティングは芸術品。そのバッティングセンスは国語2軍監督も絶賛していて、もうね、あ、見てるだけでご飯何杯かいけるよなっていうぐらい美しいスイングをしてるんですね。美味しい。春のキャンプから怪我の影響で大きく出遅れていましたが、今一番来ているバッターは間違いなくこの吉田健吾選手。終盤戦一軍デビューもあるやもしれません。その活躍ぜひ注目してみてください。